藤崎マーケット時以上仮想通貨漏接事件で最悪被害芸能人とは1月26日に発覚した仮想通貨取引所コインチェックでの巨額の漏接事件同取引所の利用者が保有する580億円相当の仮想通貨 NEM が不正送金されたことが発覚し投資家の間で大混乱に陥った被害に遭った利用者に対し 日本円で補償を行うと発表しているものの、いまだ返金のメドは立っていない。そんな中、貯金のすべてをコインチェックで NEM につぎ込んでいたとして注目を集めているのが藤崎マーケットの時だ。今回の事件により、現金6万円と交通系 IC カードに入金された。6000円しか手元に残っていないという。一方で松本ひとしら 多数の芸能人に仮想通貨投資を進めていた田村健事に非難が集まるなど芸能界でも波紋を広げている仮想通貨漏接事件だが今関係者間では時以上に損をした芸人がいるとの噂が流れているのだコインチェック事件によって億単位で被害を受けたといわれる芸人がいるんですよと語るのは中堅芸人 A だ自身もコインチェックで 100万円相当の NEM を保有しているという A によれば、億単位で被害を受けた。芸人とは、あのガリガリガリクソンだという。こんな風に明かす。